ロストジャッジメント裁かれざる記憶、プロデューサーの細川です。本作では前作ジャッジアイズで舞台となった神室町に加えて横浜がメインの舞台となります。横浜は日本有数の近代的な港町です。都会的なエリアとアンダーグラウンドのエリアが混在するこの町は、昼から夜といった時間変化も相まってさまざまな表情を皆さんに見せることになるでしょう。さらに横浜には本作の重要なロケーションの一つである高校も存在します。校舎外観だけではなく、教室や廊下、職員室や体育館など細部に至るまで学校を再現しています。学生生活が遠い記憶の彼方になってしまったというような方にも、高校時代の思い出がよみがえるような体験を楽しんでいただけるでしょう。前作で好評いただいておりましたアクションバトルも本作でさらにパワーアップしています。多人数を相手にアクロバティックな全方位攻撃を特徴とするバトルスタイル演武、そのバトルスタイルは多くの敵を一度に吹き飛ばすような爽快感を堪能できます。続いて怒涛の連続攻撃によりタイマン勝負で進化を発揮するバトルスタイル一戦、目にも止まらぬスピードで繰り出される連打は相手に反撃の隙を与えず一方的な戦いに持ち込むことが可能です。そしてこの2種類のバトルスタイルに加えて新たなバトルスタイル流れが登場します。相手の攻撃を見極め、その力を利用して敵を倒す華麗なバトルアクションを簡単に楽しむことができます。本作の特徴的なシステムである調査アクションも進化しております。尾行やチェイス、変装などの調査アクションは深まっていく謎を解き明かすための重要なアクション要素です。加えて今作ではアスレチック、スティール、盗聴などといったさまざまな調査アクションが加わることで、より複合的なクリア過程をお楽しみいただけます。ビルの外壁をよじ登り、敵の目を欺きつつ真に価値のある情報を求め、皆さんは東京、横浜の街を駆け巡ることになるでしょう。主人公の矢神は事件の謎を解く重要な情報を見つけ出すために高校へ潜入することになっていきます。そして潜入した高校でたくさんの生徒たちと交流を深めていくことで、多彩なサイドコンテンツ、ユースドラマが展開されていきます。本編のシリアスさとは対照的に、ユースドラマでは涙あり、笑いあり、スポコンあり、そしてちょっぴりサスペンスフルなお話も顔を出します。さまざまなストーリーに合わせて設計された多彩なアクションゲームにチャレンジしていきつつ、生徒たちとのユニークな交流の中で矢神が見せる新たな表情をぜひ楽しんでいただきたいです。いかがでしょうか。今回紹介したゲームプレイは本作のほんの一端です。今後もさらなる情報をお伝えしていきたいと思います。プレイステーション。